皆様こんにちは。引き続きワールズ2017クォーターファイナルデイ2の模様をお送りしていきます。さあ、というわけでレボールさん、まずはゲーム1 SKT の勝利という形でしたけど、気になる点どこかありましたか？やはりこうミスピッツが、まあ、先ほど申し上げましたがガリオを渡してしまったこと、まあ、今大会ミッドガリオ勝率 100% ですし、ゲーム展開見ても序盤から仕掛けていくというミスピッツの戦略に対してガリオのアルティメットがかなり刺さっていましたよね、うん、一方で SKT としても SKT 側がジャンナをバーンしたというのがちょっとと意外だったんですよね。ここまでのところ集団戦カムバックする一つ要因として、ウルフのジャンナが集団戦においてしっかりとバンを守りきっていたというところ、そして AD キャリーを守るという点においてジャンナはもう優れたものを持っていますから、自分たちでジャンナバンしたというのはかなり意外でしたね。ただこれジャンナをバンすることによってミスフィッツサイドにサポート2つバンを強要させて、ガリオ側をバンするスペースを作らせなかったというようなドラフトの流れを狙っていたのかなというようにも少し感じられましたね。ズルヤ・ラカンというチャンピオンはウルフかなり得意ですから、まあ、そこをまあミスフィッツとしては嫌ってのバンになってましたね。なるほど。ちなみにガリオ対応策ってあるんですか？ミッドガリオ、ミッドガリオに関してはちょっと正直思い浮かばないですね何がありますかね逆に教えてほしいと。そうですね、 DP ライズでもダメですし、アダプティブヘルム積んだ瞬間にもダメージ入ってませんでしたよ。カシオペアもそうですよね。はい、ではバーストで対応できるかというと、いやバーストもシールドあるしそもそもダブル A 勝中ダメージカット 30% ですから。そうなんですよね、はい、基礎ダメ、一発のダメージが大きければ大きいほど、そうです、防がれるダメージが大きくなりますからかといって AD にすればいいかというと忍者旅で封じられてしまって、はい、あとカタリストで封じられますね。はい、ちょっと今ミッドガリオは開ける余裕ないと思いますけどね。なるほど。さあ、そのゲーム2のドラフトです。今度はサイドが入れ替わりました。ブルーサイド選択ミスイッツゲーミング、そしてガリオバンしましたね。 SKT はそしてゲーム1のブルーサイド側でと、同じようにジャンナを2つ目でバンしました。ああ、そしてミスイッツはジェイスもバンしましたね。大きくバンを入れ替えましたミスイッツ。先ほどのドラフトがこの下の方に、表示されています。ザヤ、ここも変えません。 SKT が変えたのはカリスタぐらいですか？そうなりますね。オリアナを開けていますね。そしてミスイッツ、ここも取り上げになるでしょう。セジュアニからジャングラーピーナッツのままです。そして、まあ、ピーナッツの場合だとファームしていくという展開非常に多いですから、ジャバンを渡しても耐えられるという判断かもしれないですね。そしてここのサポート、ルルトラカン空いています。どちらを選択するのか。いや、ルルモ版ですね。あ、ルルモ版でしたか。あ、ラカンが空いてますが、おお、ただタリック、ルルは一番最初にバーンしましたね。バーンしましたね、はい、ラカンここ取れなかったのちょっとやはり意外ですが、得意としているはずなのに、さらには集団戦で非常に仕掛けるのが得意なウルフにもかかわらずですからね。ああ、ここも取りませんか、ラカン。これカルバン本当にサポートですかね。ミッドカルマという選択もありますが、あとトップカルマもあります、ね、ただトップレーンだと、もちろんやはり今カルマに期待されているのはアーデンスセンサーをチーム全体に供給することなんですが、トップレーンだとちょっと味方といる時間が短いので、うん、そこをうまくチーム全体にフィットできるかどうかというところで課題があると思いますが、ただタンクレーナに対してはやはり W がとても強いので、レンズドミネート狙えるというところありますね。さあ、そしてトリスターナをロックして見せているのはいろい見たいです、見たいです。ジョバス、はい、そうですね、そうですねAD キャリー取りませんでしたね。取りませんでしたね。トリッチ、コグマをケイトリン空いてますが、これまたバンさせるつもりですか？そうなりますね。ワンのチャンピオンプールを生かしてどうやらドラフトで有利を進めようという狙いがあるようです。 SK テレコム、ミスイッツとしてはトゥイッチはバンしたいところですよね。ここまでのバンのパフォーマンスが非常にいいですからね。そしてシェンからバンに入りました SKT。 そしてミスイッツが何をバンするのか。おっ、チビアン、
ジャーバン・タリックとシビアの相性非常にいいですね。チョガスも MS が上がれば敵との設定非常に得意になりますから、確かにシビアを合わせられるとミスイツとしてはリセンゲージしきれないという判断ですね。カルマサポートの場合だとエオイシールドこそ供給できますが、ディセンゲージのツールとしては少し弱いですからね。そしてオリアナ、ケイトをバンしてコグマを見せています。これ序盤から強い AD キャリーミスピッツ封じましたか。ファーストファイクの速いチャンピオン潰しましたね。これハンサまで行くんだと、もう一度やるんだということですか。これはとなるとレーンが強いカルマをボットレーンに置く可能性もありますが、となるとボットレーンに寄せていくピックになりますが、トップレーンもテレポートで先に動けるチャンピオンとなると、まあランブルですが、ただジャーバンチョガス相手に出すというのはかなりリスクが高いですね。ナーを見せています。チョガスに対してドミネートが狙えるナーですね。さあそしてラストピック残ってるのはミッドレーンもしくはサポート。サポートカルマの場合だとレベル3のところまでは完全なアドバンテージ取れますが、そこからちょっと失速してしまう傾向にあります。そこをどう考えるかですね。早い段階でボットのセットアップを決めていくのであれば、サポートカルマの方がベターな選択になると思いますね。それに合わせてミッドレーンからボットレーンとロームができるようなチャンピオンライズであったり、あとはやはりそうですね、変えましたね。変えましたね。さあイグナードブリッツクランク、そしてミッドがカルマになりました。そのカルマに対して、まあ、カシオペアでもいいですしライズでもいいですね。あとはタリアやカサディンといったところもありますが、フィズ選択としては非常に面白いですね。ただここは後期になりそうです。レベル試合時間8分の段階でのパッケージを生かしてボットのダイブのセットアップを止めていくというところも狙えますね。さらには、まあ、タリックは AOE のヒールです。コウキとコグマに対して両方ともヒールアーテンツセンサーを供給できるというところのアーテンツセンサーのシナジーもありますね。ただどうなんですか、そのブリッツクランク確かにイグナーは得意としてますよ。ただブリッツクランクを取る場合、ドミネートできる場合というのはルルやジャンナのようなもしくはカルマのようなサポートメイジ系を取った際にブリッツが輝ける、まあ、フック1回でかなり倒せる可能性が高い。でも今回は硬いチャンピオンなわけですよ、タリックという。今回コインではなくレリックを選択して体力伸ばしていくと思いますからね。そう考えるとやはりこうタンクサポートに対してブリッツクランクというのはあまり効果的ではない。さらには、まあ、タリックのスタンの特殊な形を見ると、まあ、当たりにくいと思うんです。ああ確かに確かにそうですねちょっとただそれでもイグナはブリッツクランクを得意としています。サマナスペルを見た時イグナイトを選択していました。ボートレーンでキルゲーム作っていくという狙いになりますね。ということはもうこのバンを捕まえるんだと。あとはどうでしょう、レベル2もしくはレベル3もしくはレベル1から相手のジャングルに入ってプレッシャーを作るような動きというのは考えられませんか。レベル1で仕掛けていくというところは十分考えられると思います。なんといってもブリッツクランクがいますし、ミッドのカルマも非常に強力ですからね。さあそのゲーム2ワールズ2017クォーターファイナルデイ2 SK テレコム T1 vs ミスピッツゲーミングのゲーム2スタートです。ウルフレリックではなくてコインですか強気ですね。本当に強気です。そしてフェイカーはカルスタート、さらにはアルファリはドランブレードスタートです。そしてフニはドランシールドではなくドランリングスタート。スキルを回転させることによって、まあ、ウェーブクリアであったりさらにアルファに対してプレッシャーかけていこうという選択ですね。序盤のナーはオートアタックのレンジそこまで長くはないですから、まあ、スキルで十分対応できるというような選択ですね。さあレベル1はとにかくいかないようです。さあピーナッツがジャーバンを取りました。ただファームプレイヤーだとレボルさん散々解説してきましたが、今回のピーナッツはガンクしないですかね。するとすればミッドぐらいでしょうかね。あとはボットのダイブに対してカウンターのセットアップをずっと続けていく形になると思います。マックスロアの正常に対して序盤ジャーバンであればアドバンテージ取れますから、カウンタージャングルでプレッシャーかけていくという選択もありますが、シンダーハルクを
完成させた後ではその動き難しいですから、早い段階で序盤カウンタージャングルを行うという可能性はありますね。その早いな、フェイカーかなり入ってくるの、まだ警戒してます。ブルバフのスティール狙いを警戒してましたね。ピーナッツに確実に渡しました。スマイト使用しましたよ、マックスは。レッドバフへのラッシュといったところはワードによってしてこないというところを把握してジャングルのルート少し変えましたね。相手の情報を見てだと思いますね。例えばこの今、ハン様が置いたワード今消えましたけど、あそこに、ピーナッツが映ったのであればすぐさまレッドバフへとラッシュしていったという判断だと思いますね。さあそしてレベル3、おっとグローブいきなり決めています。さらにはレベル2先行、イグナイトも入っているのでフラッシュアウト爆発しましたがダメージは足りません。あとオートアタック一発入っていればというシーン。ただこれでフラッシュ落ちました。やはりそうですよね、コインだと一度捕まった時のリスク非常に高いですから、もうこれ立ち上がりになりますね。そうですね、フラッシュとそしてヒールがダウンです。いやウルフ相手にも決めるイグナ、さすがというべきですか。もともとフック系のチャンピオンが素晴らしいプレイヤーとして有名でしたからね。そしてボットレーンいきなり行きましたよ。レベル3仕掛けたのはミスイッツ、そしてグラブ当てた、またイグナのグラブからバンのフラッシュが落ちました。そしてタワーダメージもらってるのはイグナです。一度切ってダメージトレードを渡しますがワーストブラッドバン、あーっとこのダイブ2分4の状況下でなんと 1-2 トレード勝ったのは SKT、 やってしまったミスイッツ。タワーの殴るコントロールうまくいきませんでしたね。レッドバフを手に入れたハン様がタワーを叩くことによって相当削ることはできていますが、やはりタンクと呼べるタンク序盤あまりないですし、これしかもファーストブラッドバンに入ってなおかつ2キルともバンに入りましたから、カッタイデン棒ですよ。ダメですダメです、いやダメですね。これはここでハン様がタワー受けきれなかったんですね。最初フックした時にタワーの範囲外であればあと一発タワーを避け受けることができたはずです。しかしフックした時がタワーの範囲内だったのでタワーのアグロコントロールというところは全くできませんでしたね。あと一回も切ってないのでタワーダメージを、一度ミニオンにタワーが行かないとタワーダメージがリセットされない仕様になっていますから、タワーのアグロコントロールできたとしても他のブリッツカンから他のプレイヤーに変わった際にダメージ全く落ちてないんですよね。その影響ですよね、1回ミニオンに行っとけば。そうなんですよね、以前であればプレイヤーが変わればタワーのダメージにセットされていたんですが、あまりにもタワーの早い段階でのダイブが多くなったことによってタワーのダメージを強化するという目的も含めて一度ミニオンにタワーダメージがいかないとリセットされない仕様になってますからね。さあただ1キルは取りましたよ、ハン様がダブルバフを持っている状況です。さらにフラッシュが落ちていますからバンとウルフ狙えますね。ただこうなるとそうですよね、この男は来ますよピーナッツ。さあマックスラウト、そしてピーナッツのポジション重要です。レベル5対レベル4ですが、うわうまい落としましたよ、今ブリンク落としましたよ。そしてこれはフラッシュを持っているのはピーナッツ、一応持ってはいますが当然寄りに来るのはミスイッツ、避けた先グラブはフラッシュで対応しています。いやーここ1レベル差ってもマックスラはうまくしのぎましたね。うまかったですね。さらにはミッドレーン、やはりカルマの方がレーンが強いというところもあって先に押し込む形ができていたというところが大きいですね。フェイカーが少し無理してレーンをプッシュするかなと思ったんですがそれもしませんでしたから、あのピナッツのブリンクをマックスローが防いだ時点であのフラッシュダウンというのは確定してましたが、さあメガナーなった瞬間に仕掛けたのはアルファリ、ただしこれ捕食をフニは残しているので警戒しています。捕食がクールダウンであれば仕掛けたでしょうアルファリ。このところトップレーン有利なマッチアップというのが徐々にアルファに移っていく中でフニとしては序盤のアドバンテージ取り切りたいところですがちょっとしのがれてしまってますね。
これはやはりフニのレーニングがうまいと、そう言えると思いますね。ただし、はい、アルファリーファーストアイテムブラックリーバーとそれともクロゾマリとどちらに行くか分かりませんが、そういったアイテムが完成してくるとフニもどん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 辛くなっていきますね。まずはファージからそしてテレポートを使用してレーンに戻りました。仕掛けに行くファージが完成しています。ピーナッツはフラッシュを打った中でもブルーバフへのコントロールってなやめませんね。一方でマークスラーもフォーツサイドのブルーバフ入っていってますね。ちょっとこれ予想外というか珍しいなと思うんです。 SKT がレッドサイドでボットレーンのディープワードを継続して行ってないんですよ。置けてないですよね。これは置けてない、置かせてないということですか。置かせてないというふうに言えると思います。先ほどのフラッシュを落とさせたという点が大きいですね。これあフニテレポートトップレーン使いましたか。使用しましたね。さあブルーバフのコントロールどちらが抑える。スマイトで取りましたマッツラー。これでブルーバフはお互いのジャングラーが取るような構図となっています。先ほどピーナッツが、まあ、ジャングル内に入っていって最終的にフラッシュを落としてしまいましたが、あの動きの狙いとしてはやはりまあ、ディーパードボットサイドに置くためだったと思いますね。グラブ当てているイグナイトからさあヨードルグレネードスタンで返すのはハンサマフラッシュアウト。かなり強気ですがやはりここまでちょっと今のメタでここまでボットレーンでアグレッシブに行くのってなかったですからね。なかったですね。見応えはありますが、やはりただここでイグナーがブリッジクランクビックしているとこういうこの理由で、まあ、このピックによってこの動きが可能になってますね。今度はボットレーン、さあフニがダイブしますがテレポートで対応します。そしてボットレーンでのダイブコズミックレディアンス対応できています。グラブは当てたイグナーバンたまらずフラッシュアウト。ただヨードルからタニル、タニル、これはタニル、ハンサマついにボットレーン動かした。素晴らしい。最後はバスターショットからのヨードルグレネードでした。いや今本来であればトップレーンのダイブとボットレーンのダイブのセットアップ交換になる形でしたが、パワーVビルがテレポートでトップレーンカバーして、そしてボットのダイブのセットアップミスに成功させましたからリードを作りましたね。これが狙いだったんですよね。そう言えますね。一方で SKT としてはこのフェイカーの後期のこの時間帯におけるこのパッケージによってボットのダイブのセットアップをコントロールするはずができていないというところがちょっと大きいですね。後期だとよくテレポートを持つプレイヤー多いですけど今回クレンズですよね。やはり鍵となっているのはセジャニのピックだと思います。セジャニのやはりこのスタンというところかなり凶悪ですからね。素晴らしいフック。あとギリギリブリッツクランクのアルティメットダメージが入ったというところが大きかったですね。あれで足りましたからイグナーの判断も素晴らしかったと。素晴らしかったですね。さあただスワップはしません。もう一度ボットレーンに向かいます。ミスピッツ昨日のロンジュ戦でも、スレッシュを持ったロンジュサイドゴリラがボットのファーストターンを先に破壊できているにもかかわらずスワップせずにこのままボットサイドを続けましたよね。理由としてはですねボットレーンプッシュした後ブリッツクランク、まあ、昨日のスレッシュが先にミッドレーンへと動ける環境を作れるからだと思います。なのでミスティスとしてはボットサイドのコントロールもちろんドラゴンも含めてを作ってからさらにミッドレーンのフェイカーに対してプレッシャーかけていく、特にこのイグナを中心とした仕掛けを行うためのレーンの割り当てになってますね。なるほど、そのためにモビリティブーツも選択したと。そうなんです。しかし昨日ゴリラはモビリティブーツではなくてマーキュリーを選択してしまったことによってそのロームのプレッシャーがあまりなかったんですよね。しかし今回イグナイはおっしゃる通り、モビリティブーツ選択しましたからこのロームのプレッシャー相当ミッドレーンに対して、大きな圧力がかかりますね。こうなると SKT はどうするんですか。今は対応するようなワードの置き方をしてますよね。入り口から入ってくるもしくは場所を探すようなワードの置き方をしてますけれども、ここで、まあ、かわし続けるという狙いになると思いますね。トップレーンに行ってはダメなんですか。トップレーンに行ってしまうとやはりボットサイド側のボットセカンドターンまで破壊されてしまう可能性が非常に高いですから、さらにはローテーションしている間の時間というのはやはりミスイツの方が先にテンポを握っている分だけどうしても遅れてしまう。オブジェクトのコントロールといったところ一つだけでなく二つ失われてしまう可能性が高いのでスワップすることができていないですね。ああなるほど。
まあ、ボットのインナータワーもブルーサイドはこのまま攻めれば取れるし、もしくはどっか行ったのであれば全員でミッドレーンへダイブして1キルとプラスタワーと。そうなりますね。ここで例えば、まあ、バント、そしてウルフがリコールしているというところをミスフィッツに情報を入れられてしまうとミッドレーンのダイブというのは簡単にセットアップできますからね。ただ1個だけ気になるのが、トップレーンをこのタイミングで行ったらリフトヘラルドが取れるじゃないですか。それでも行かないんですか。先にボットレーンプレッシャーかけられた分だけテンポが遅れてしまうので取りきれないという可能性が高いんですよね。ああ、なるほど。行っている時間のロスの分だけでリフトヘラルドすらもう取れなくなると。その可能性が非常に高いレーンの割りでやつでしたね。さらにはテレポートからスネア、ブリンクアウトにグラブ、アリーグナを当てる、サイレンス、イグナイト、取れるんじゃないか、ギリギリか、フェイカー、デッドはしない、ナイスポーションです。残り 100HP 以下でした。そしてトップレーンへのダイブ、ハン様、そしてアルファリ、メガの状態ではもうありませんが、タワーダメージもらって、ここにマックスロア、フニを狙い撃ちだ。さあミスフィッツテンポを握っている、それはこのイグナーのブリッツクランクからでしょう。ただしカウンター、さあ SKT も負けてはいられない。1キル返してからのグラブ、またイグナーが決めて、ハン様がキルを拾う。バン、これはさすがに殴り合いはできません。パワーブイールもトップサイドに寄っていますから、トップのインファファーストタワー取れます。いやー、テンポやはり早いですね。これがミスフィッツです。グラブのプレッシャー、バンは下がらざるを得ない。タワーのアドバンテージが2本、グローバルゴールドでは2000ゴールド13分という段階ですから、非常に大きなリードですよね。やはりここ15分までのところ、イグナーがブリッツクランクを取った際強いですね。ここの2000ゴールドのリードというのはやはり大きいですね。さらにはこれでボットのファーストタワー、トップのファーストタワー取れましたし、苦しんでいたアルファリに対してもゴールドが入りますから、これによって全ての、ね、押し込めるという可能性はミスフィッツ作り出せますか。一方でここでしっかりと1キル取っていった、最後倒されてしまいましたが、 SKT の強さというところもありますね。ミッツエンドを選択しますか。あー、本当ですね。魔法ダメージはただ、まあ、ウィッツエンドの場合だと何といっても安いと、コアアイテムの中でも随時の安さは起こっていますから、まあ、そこも考えて早めにアイテム完成、ファーストアイテム迎えておかないと苦しいという判断ですね。もう集団戦が起こっても大丈夫なようにと。そうなりますね。ただやはりグインソーと比べると一つ分のダメージというところは大きく劣りますから、とりあえずは耐えるための選択になりますね。ただどうですか、ここからはアーデントセンサーあるなしが影響しますよ。しますね。ウルフがアーデントセンサー完成してますから、ここでどれだけイグナーのブリッツクランク復旧の精度を高められるかですね。ちなみに、昨日だとアーデントセンサー持ちのプレイヤーを止めてしまえば付与できないというような戦い方をまあ見せましたよね。それを狙うと思いますけどね。ということはイグナーがもう狙うはウルフをグラブで、はい、集団戦を行うつもりであればウルフをずっと狙い撃つという以外ないと思います。おっと、スカトルのコントロール、ここはピーナッツをされました。あとはいかにミスフィッツはミッドのファーストタワーを狙えるかですね。さあこのミッドのタワー、サイドレーンのタワーのコントロール、レーンのコントロールというのはミスフィッツ取れています。イグナーがスタンバイ、ただパッケージがあります。そして控えているのはウルフ。先ほどまでアルファリとフニの間には CS は20ほど離れていました。しかし CS に差は詰まっていますし、ブラッククリバー完成したことによってアルファリの連動プレッシャー高まっています。そこを嫌って SKT はボットサイドにかなりプレッシャーかけてますね。そして行きました、パッケージを利用してアルファリを狙いに行く。ただゲージが溜まっているが、グローリーからゲージはどうなる、メガにはなれない。最後はフェイカーのキルです。フニのサイレンスが効いてましたね。あ、スキルが打てませんでしたか。打てませんでしたね。ただカウンターでミッドレーンにリフトヘラルド召喚です。一気にタワーが削れそうだ。後ろからはピーナッツ、集団戦に行くような布陣を取っているのは SKT、 分かっているので下がります。ミスイッツ、ハン様がトップのセカンドタワーに対して CG かけています。折れますかね。折れると大きいですが、お
折れそうにはないですが、かなり削れているが、そこにカバーに入れば折れそうですが、カバー入ろうとポジションかけてますね。イグナーがトップサイズのポジションを取っていますから、このセカンドがこれで破壊できますね。破壊しましたね。さあこれでターン3本目、これでトップレーンにバンが現れたのを確認してからミッドレーンにセットアップできますが、いやマックスロアがフルグ勝っていますか、ちょっといけないですね。ああ本当ですね。少しこれでミスフィッツとしてはテンポが落ちてしまいますね。先ほどのリプレイです。でアルファリとしてはゲージ貯めておきたかったんですが、このプニのサイレンスによってシシチェインで全くスキルが打てずメガナになりませんでしたね。ただこれパワーベイブルがカルマですからね、これのリコールでアーデントセンサーが完成します。しましたね。アーデントセンサーこれでお互いありますね。ありますね。これとなるとですね、やはりイグナーのブリッジのフックの精度の高さというところが鍵ですが、おお、ギリギリメーカー、ここはヒヤッとしたでしょう。いや、見ている我々がヒヤッとしたというべきでしょうか。いやー、いきなり仕掛けます。カバーしたウルフを狙い撃ち、ハン様のキル、これが狙いなんですよね。そうなりますね。徹底してウルフを狙いに行きます。やはりです、ちょっとここのところ苦しんでます。まあこの時間帯耐えるというところが重要になってきていて、まあ、EDG 戦が特にそうでしたが、ここから基本的にフェイカーがプレッシャーかけられているところに対して顔を出してウェーブをクリアして、でプレッシャーかけられていないところにウルフを置いて、ウルフではなくバンを置いて、バンにファームさせるという展開を作っています。ミスミスとしてはフェイカーにプレッシャーかけ続けるだけではダメで、バンに対してもプレッシャーかけていかなければならない、その手段があるかどうかというところが重要になってきますね。それが SKT に勝つための手段。ただハン様が孤立しているところを仕掛けていくのはピーナッツ、バスターショットもらいながらの決戦場、そして EQ でうまくブリンクでついていっていました。ただハン様非常に強い、ただここはよく避けたと言えるでしょう。そう言えますが、ただゴールド4000ゴールドほど勝っているミスピッツからするとですね、 AD キャリーのフラッシュ逆に落とさせたかったところですね。あ、そういう意味では SKT の方がうまくやったと、そう言えると思います。これによってハン様がアグレッシブにプレーするというとかちょっと難しくなりますから、プレッシャーがどうしても緩んでしまいますね。もう一度ここからグッとプレッシャーをかけて、キャリー陣のフェイカーであったりバンであったり、あとはウルフであったりというところに対してプレッシャーかけていきたいですね。まずはレッドバフのコントロールです。ただトップのタワーは2本取っています。ミッドは1本、ボットは1本という中でプレッシャーを作っていく。インファーナルドレイクがネクストですけど、バロンまで残り15秒、どこでプレッシャーを作っていきましょう。バロンですね。もうバロンですか。バロンしかないと思います。直近のオブジェクトというところではこのバロンしかないですからね。じゃあもうその周辺でイグナーのフックに任せると。そうなりますね。ただ SKT としてはプレッシャーが一番高いレーンにフェイカーを置くわけですよね。ミッドとそしてトップレーンですね。ただこの場合だとやはりトップレーンになると思います。ミッドレーンに対してはバンを置いて、バンを置き、トップレーンでフェイカーのウェーブクリアを任せておくと。さらにはこれフニが合流しています。テレポートがありません。アルファリはテレポートがあります。これじっくり待てばいいんじゃないですか。グラブ、いやー決めた。ピーナッツを捕まえた。いやーこれスマイトが落ちるとまずいぞ。イグナイトをもらっている。ロケットジャンプから前に行くのはこれハン様です。プニのノックアップ、ラプチャーは避けていました。イグナー恐ろしいプレイヤーです。素晴らしいですね。これでピーナッツの体力削ってますよ。そしてプニのテレポートはありません。アルファリはテレポートあります。さあバロンに触っていますが、フェイカーパッケージを持っているぞ。寄っている。グラブはまだクールダウン。パッケージいった。さあいったが逃げれるか。フェイカー当然飛んできます。アルティメットフレンズですが、グラブまたイグナー、フェイカーを捉えました。これミスとしてはバロン行く必要ないです。ボットのセカンドターンに対してアルファリがプレッシャーかけてますからね。いやーすごいですね本当に。ここまで当たるんですね。
なんといってもですね、グループステージで15分を過ぎてから課題があったミスピッツがバロン周りのところで正確にマップコントロール取っている、そしてチャンピオンの強さを生かしてグループアップして、自分たちの得意な環境下でプレーし続けているという点が大きいですよね。フレンズで対応したんですよ、フェイカーとしてはベストな働きをしたんですが、まあ、ここまで積み重ねられてしまった有利、さらにはブリッツクランというところを生かされてしまいましたね。フラッシュインサイレンス打ち上げは、いや決まっていない、そして反転だ、グラブ逃げれない、フニ完全に孤立、またイグナーのフックです。 SKT 仕掛けたように見えましたが完全に封じられました。また決めるんじゃないか、また決めるんじゃないか、イグナーから目が離せない。ポジションはなんとバロンピットライン、捕まえた、ピーナッツダウン、スマイトが落ちた。いやーこれは世界に名前を知らしめたでしょう、イグナー、バロン獲得、ミスピッツゲーミングです。 SKT としてはですね、このイグナーがキープレイヤーになっているというところを分かっていたので、フニは強引に、まあ、サイレンス Q を使ってピックアップしようとしたんですが、丁寧にイグナーが Q のノックアップを避けて、そして反転していった、見事なプレーでしたね。さあそして一気に仕掛けます、フェイシャルプレジャン、グラブ、フェイカーダウン、サモナースペルはクールダウン。パーオブイビルがインタビューで言っていた言葉が頭によぎります。SKT が負けるところが見たいだろうと、もうそれは現地の歓声で十分分かることでしょう。これはまずはミスピッツ狙い通りスノーボールしましたね。インヒビターですよ、さらにバラも取った上ですからね。リプレイです。まあ、これはもう完全にイグナを狙っていますが、そこを丁寧に避けていった、そして CC チェインで、しっかりとフニ落としてますからね。そしてこの後なんといってもピーナッツは多分世界で一番スティールがうまいプレイヤーなんですが、しっかりとピックアップしてスマイトを打たせることなく倒したという点も大きかったですね。序盤にこれだけ有利を取れば集団戦をやるというのは非常に困難ですから、そういう意味ではピックアップ構成刺さってますよね。ただ問題となるのはバンのファームが進んでいること、フラッシュが全く落ちていないことですね。連戦終わってからバンは一度もフラッシュを使っていません。そしてワールズここまで3デッドしかしていない男です。1ゲーム平均 0.5 デッドの男なんですが、このゲームでは2デッドしています。ゲームの流れ的には EDG 戦と少し似通った部分がありますが、ただ違うのはですね、はい、真正面からプレッシャーをかけてフェイカーが倒されていることですね。それがそれだけ大きな違いなんですか。はい、かなり大きな違いです。眼光されてプレッシャーをかけられているのではなく、同数の場面で SKT がちょっと耐えきれていないんですよね。つまりそれだけの差があると、そう言えると思います。さらにはこのイグナーのプレッシャーがとてつもなく高いという点が大きいと思いますね。パッケージはもう一度あります。メイカー、そしてサマナースペル、フラッシュはまだクールダウン、クレンズは上がりました。そしてフラッシュもどうやら上がったようですね。いやただイグナー決める、パッケージ使用しながらフック、またイグナー、フェイカーを挑発するかのようなフックでした。目の前に行ってのフック、エンドが見えているミスピッツ、 3-0 と予想した本国の、いやアナリストデスクたちはどんな表情をしているんだ。2キル目 EU の星、ミスピッツゲーミング SKT に対してこの2ゲーム目1-1イーブンに持っていきます。勝利したのはミスイッツゲーミングとなりました。やはりイグナーのブリッツクランクは凄まじいポテンシャルですね。真正面から SKT が耐えきれませんでしたよ。あの EDG の猛攻、1万ゴールド差離れている中での猛攻を耐え切ったチームが
イグナーのブリッツクランク、そしてマックスラーの競り合いのアルティメット、この2つのプレッシャーに対して耐えきれませんでしたね。あの序盤有利は取られるんだよと、うん、SKT はレボルタ散々言っていて、そしてその通りになって、ただここから逆転するのが SKT だと。ただその逆転の一つ理由としてはですね、まあプレッシャーかけられているところに対してしっかりとフェイカーがウェーブを押し返すことができる、そして押し返している時間を生かしてバンがファームしてパースパイクを迎えてから反転していくという形で、さらにそのファームしているタイミングに対しのタイミングで SKT のキャリー陣がフラッシュを全く落とさずに、つまりリスクカバーが常にできる状況で耐えることができているというところが大きなポイントだったんですが、まあなんといってもボットレーンでブリッツクランクがスノーボールしてプレッシャーかけていったことによって、バンの装備が遅れた、うん、今のところ最後のシーンでもウィッツエンドと、グインソーしかできていないんです。ハリケーンがまだできていないんですね。ハリケーンができないとあの状況からと集団戦勝っていくのは非常に難しいですから、まだまだ時間の余裕はミスウィッツありました。さらには真正面からプレッシャーかけられている中でフェイカーが耐えきれなかった。どうにかするにはフェイカーの後期のあのパッケージしかないんですが、そこも捕まえた、見事でしたよね。さらにはブリッツクランクの復旧だけでなくて、マックスローがかなり積極的に正常にアルティメットを打っていました。打ってましたね。あのプレッシャーというのも非常に素晴らしかったと思います。あそこでアルティメットを温存してしまったら、やはり時間の猶予といったところ生まれていたと思いますから、あそこで勇気を持って仕掛け続けていたミスフィッツ全体の動きというのが優れていたと思いますね。やっぱりゲーム1のあれだけのなんか積極性の仕掛け、そしてちょっと違和感があった部分というのはこのゲーム2の布石だったんじゃないかなと言わざるを得ないですよね。こう緊張から解き放たれるために、やはり準々決勝初めて WCS1 戦目対 SKT、うん、緊張しないわけがないから、はい、そこはやはりこう心理的にも身体的にも解きほぐすためにわざと、まあ、向こう密なプレーをして、リラックスしてからゲーム2臨んだというふうに見えますよね。さらにゲーム1ではあれだけマックスロアと連携が取れていなかった、特にボットレーンの2人が今回は異常なまでに連携が取れていたというところを見ると、距離感近かったですし、ボットのダイブのセットアップも常にマックスロア寄ってましたから、それを考えるとやはりゲーム1はちょっと、まあ、捨てていたわけではないですけど、まあ、チーム全体の緊張というのを解きほぐすために使った、あつまりはゲーム2勝つためのコストという形で臨んでいたように見えますよね。でもなんかあれですよね、 BO5 の正しい戦い方じゃないですけど、こういった一つの戦い方もあるんだというお手本のような、新人のチームが緊張を解きほぐすためにはもう一戦使わなければならないというところ、いや結構こうハートの強さ必要ですけどね。そうですよね、まあ、BO5 って言ったらもう3勝した方が勝ちで、そのうちの1勝を自分たちは落とすんだということでやるわけですからね。その割り切る勇気というのは凄まじいですね。そして、まあ、それチーム全体がその勇気というのを共有しているわけですから、やはりミスイッツいいチームですね。さあこれは3ゲーム目も非常に楽しみですが、一旦インターバルです。それでは一度失礼いたします。Thank you.